酒、友達、ライブ、旅。安藤忠雄先生の青リンゴのように生きろと、一生青春だ。まあ、それは自分を何か変えたいとか前に進もうとしていることだと思いますので、とてもいい悩みだと思いますけどね。生活の動線の中に美容を置くっていうのが一番いいと思いますね。リビングにシートマスクとか化粧水とか、目の前にあると人はやりますので、目の前にあるから食べるわけで、なので絶対にここに置いたらやるという仕組みを作ってもらいたいです。私はすごい綺麗な人を携帯に写真常に入れて見てる、美容生とかですね、憧れのそのヒーローみたいな人を見て、山内ちょっと最近たるんでんなと思って、まあそういう自分のヒーローに喝を入れてもらってます。前は本当に1時間とか運動しなきゃいけないと思ってたんですけど、最近もジムに行くのも大変だし、1時間確保するのも大変みたいな生活なので、 YouTube で5分とか10分とかスクワット10回とか、ちょこ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 毎日運動してるんですけれども、それでも体型って変わるんだっていうふうに最近発見したんですね。短くてもいいからちょこちょこやってほしいです。汗かいてください。汗かいてないんですよ多分。汗かいたら発汗とともに毛穴の汚れが出ますからね。定期的に、週2、3汗を絶対かいてください。そしたら必ず変わりますので。